一人一人と付き合ってる気持ちになれるコント、うん、すごいね。アウトだろこれをさ、うん、中学生にさ32歳が頼む気持ち考えてこれはしんどいよ。これは20歳ぐらい人だろ、うん、これは一応ね、うん、4バージョン取ったんですよ。あ、4バージョン取った。4人いたんでね、うん、キャプテンには部活の先輩バージョン、はいはい、いいね、お前がいいねで後輩から言われる。どんだけ先輩なんだろ。で中1のりさこちゃんは年下の女の子、年上と付き合ってるっていう設定のバージョン、はいはいはい、でちなみちゃんは隣の家に住んでる幼馴染のバージョン。あ、ですね、これは最高ですね、はい、これはいい。で、ももこちゃんは空から降ってきた女バージョン限定も限定じゃないか。みんなが聞きたい、ね、みんなが聞きたい、まあ、じゃあ全ジャンルに合わせたってことね。合わせて、うん、で、さすがに4本今日は流せないので、うん、そうね、今夜は、うん、もう皆さんの、ね、皆さんの今の反応を見て、はい、うん、徳永ちなみちゃんの隣の家に住んでる幼馴染バージョン。あ、お前が幼馴染なんだろ。はい、でも一応僕の声は入ってないです。あ、入ってないんだ。みんなそれぞれね、あたかも会話みたいになってます。なるほど。だからみんながあなたまん中でちゃんと会話をしてくれる。だから今聞いてるやつも、うん、ちょっと今もう目つぶって、うん、ちょっと想像してください。なるほど、はい、まず、うん、隣に、うん、幼馴染が住んでる家です、うんうん、徳永向かいの部屋、向かいの家、うん、はい、ね、で自分の部屋とちなみちゃんの部屋の窓が同じ場所にあります、はいはい、ああ、もうフェイストフェイス で開けたらそこ、うん、そこ行き来できるぐらいの距離。はいはいはい、ね、わかるでしょ、うん、親がもう危ないからやめなさいって言ってんだけどね。そうそうそう、子供同士はやってる。自分の部屋で勉強してたら、お前らがな、お前らが勉強してたら、うん、ちなみちゃんが勝手に窓を開けて、ちょっとちょっとあっちから、はい、なかなかこれはしょうがない。話しかけてきた感じ、うんうんうん、それはしょうがない。話しかけてきた感じで演じてますんで、うん、今聞いてるやつは窓をとりあえず開けて1階だろうが16階だろうが開けて、はいはいはい、隣から入ってくる。やめて、これでお前マンションでさ隣同士急に同時タイミングで開いたらどうするもう悲しいったらありゃしねえだろそれ。あ、聞いてんすかみたいなやってよ、それはそれでいいから。いいね、いいね、開けて話しかけてくるから、うん、で間があるんでそこで自分ちょっと返すっていうのをちょっとやってみてほしい。なるほど、いいね。そうするとすっごいときめくから。よし、いい、うん、オッケー。2人も想像してね。開けた、開けた、開けたね、はいはいはい、じゃあ行きますよ、ときめきコント、幼馴染どうぞ。落ちてた。珍しく勉強してたんだ。そうだよね、今度のテストも最下位だと最下位の5連覇達成だもんね。あ、じゃあなんだったら私が勉強教えてあげよっか。またまたそんな強がるとこ幼稚園の頃から変わんないよね。あ、ねえ、この前3組の女子と街歩いてたでしょ。何してたの？そうなんだ。たまたま出会っただけなんだ。バカ、別に気にしてないよ。あ、そうだ、この木覚えてる？この木がうちの屋根よりも大きくなったら結婚しようって約束したよね。そうそう、あの時あの時、本当にこの木うちの屋根より大きくなったね。ねえ、あの約束まだ有効ですか？いやー、片桐さんがねずっとシミュレーションしてましたけど、ことごとく間違えた。会話が噛み合わない。ああ、そっか、あ、そっちか。あ、全部間違えちゃった。いやでもね、本当にいいですよこれ。すごいな。いや、これだよ、これが中学高校で俺らができなかった青春だよ。いろんなゲスト来たけどやっぱすごいな。うまい、これさ、俺最強だわこれさ。本当夢叶えたの、うん、叶えた。リスナーのこれ CD 出そうよとりあえずな。こういうの、これをもう一回聞きたい人は、うん、今日ポッドキャストに、あ、これ入れていいの？入ります。やったね。ベリーズ姉さんの、うん、あの許可得ましたんでこれ入りますんで、うん、何度も聞いて、うん、もう完璧な答えを用意して、うん、そうだよ、もう一回言ったらできるもんな。できる、そうだよ、やるんでね。絶対もうダウンロードしていただきたいと思いますけど、うん、はい、分かりました。まだあと3番以上ありますからね皆さん、はいはいはい、メンバーがね、うん、いるから、
もう、あの、空から降ってきたバージョンもまだ残ってますね。多分聞きたいな。今日はちょっとここで、あ、ここで温めていくわけですね、はい、来週もやりますんで。来週もやるんですか。本当に頑張れベリーズ工房ってコーナーできちゃってんねんかよ。そんなコントをね、せっかく撮ってますから。そうか、まあ、でも聞きたいでしょ。まあ、聞きたい、聞きたい、確かに。思ったより全然面白かったね。でしょ。すごいよかった。想像してたよりもドキドキした。すごいよかった。さすが。そんなベリーズ工房に皆さん会いたくないですか。会いたい、会いたい。だって無理だよそんなの。そうだよ。なんとベリーズ工房さん、ゴールデンウィークにライブをやります。おー、ほんとかよ。マネージャーじゃねえかよ。ほんとだよ。ベリーズ工房コンサート2007春続桜満開ゴールデンウィーク編。おー、5月4日金曜祝日、愛知厚生年金会館、うん、2時半と6時2回公演、うん、そして5月6日の日曜日、大阪厚生年金会館、うん、2時と5時半のこちらも2回公演と。愛知と大阪。お前、俺らはちょっとね、行きにくいですけど、まあ、俺大阪でもね、公演中だよ、自分の芝居。じゃあ行ってください。ぜひ、ねえよ、ぜひ行ってください。ジンクなら俺も行きてえなこれな。でも確かにな。そんな感じで、いやいや素晴らしい、ときめきました皆さん。いや、ときめいた。ちょっと熱くなっちゃったね。でしょ。油汗かいちゃったよ俺。油汗おかしいでしょ。全部間違えちゃった。深夜3時半だと思えないでしょ。思えないね、思えない。これね、このラジオの放送終わった後のガクンってのが結構感じるね俺ね。4時になったし、4時の疲れでしょ。ズドン来ちゃうわこれ。でもよかったでしょ。よかった、本当によかった。まだまだベリーズの魅力知りたくないですか、うんうん、もうないでしょ。こんだけやったらないよ。じゃあ今週はベリーズさんの曲、うん、曲だ、じゃあやりましょうよ。聞かないとこれはね。この曲名曲です。私ももう踊り狂いましたよ。お、何でしょう。ベリーズ工房で友情純情を青春。水曜ジャンク2エレカタのコント太郎。やすいさんは私たちの中で誰が好きなんですか。そんな言われてもな、俺選べないな。みんな好きかな。大人ってずるい。いやーすごい。わー、なんだろうこの清涼感。一応言っときますけど TBS ですからねこれ。いやーすごい、素晴らしいね。素晴らしい。もう疲れちゃったの。すげえな。疲れた。すごいね。もうときめきるでしょ。ずーっと CM 中、そのコンサートの時の客の踊りを前にやっててもらったんだよな。今ね、めっちゃ早い。すごい動くらしいですからね。すごい動くんだな。いや、面白いですけどもね。みんなで行こうね。行こう。絶対行きたい。確かに行きたい。絶対熱出るよ。しょうがない。ということで今回生放送で募集してるもうベリーズ工房さんにね、あの、持ってかれちゃいましたけども。もういいだろ。どうしたの？元気ないみたいだけど。ま、この番組聞いて元気出して。水曜ジャンク2、エレカタのコントだろ。ママの学校でもみんな聞いてます。ベリーズ工房です。 TBS ラジオ
コント太郎。もうなんでこれもう癒されるな。3時の代、3時代の声じゃねえから。結局好きだろこういうの。好きだな。そうだね、20年以上前から好きだよ。ありがとうございました。いいんだぜ言って、もういいんだぜ。さあということでございましてですね、来週はデリカタということでございます。そしてコーナー祭りも行います。デリカタよくね。スペシャルウィークですので、今週、読まれた方皆さん、そして来週もですね、皆さんにクオカードの方をプレゼントしたいと思います。コンビニや本屋の純駆動なんかでも使えますので、ぜひとも送ってください。そしてポッドキャスターはベリーズ工房さんのときめきコントを、今日流したやつを、また放送しますので、これは絶対アイボット これは絶対アイボットに落としたほうがいい。落としてください、うん、お願いします。そしてですね、明日は深夜1時から木曜ジャンク、アンタッチャブルのシカゴマンゴ、3時から木曜ジャンク2カンニング竹山の生ダメラジオも、またスペシャルウィークでございますので、ぜひとも聞いてください。はい、はい、そしたら生メールの方どうでしょうか。来てますかね。来てますよ。あのね、漫画家の、小泉さんからメールが来てます。あの青春金属バットとか書いてた、エレカタの皆さんこんにちはと。今日の放送最高ですね。やっぱな、凄まじくときめいてしまいました。作品書けちゃうからまたね。凄まじく、ちなみちゃんのお芝居のあまりのうまさにも衝撃を受けました。そうなんだよ、めっちゃうまかった。ぜひとも他の3人のコントも放送してください。そりゃそうだな。と PS でリサコちゃんはすごい天然で有名なんですよと。あの一番年下なんだね。知ってるんだね。お風呂で自分で体を洗えなくてメンバーに洗ってもらっているそうです。何そのエピソード。何そのエピソード。膨らむ。お風呂一緒に入ってんの。入ってもう洗えないからメンバーに洗ってもらってると。もうまずっぱい。そうやばい。まだすごいいっぱいありますね。幼児の体って言おうとした今。違うまだまだ放送されてない、放送されてないやつが57分ぐらいありますんで。そんなんの。あります。1時間ぐらいやってますんで。ありがたい。ちょこちょこ出してきたと。そしてジョニー・デップリさんから、はい、こんばんは。トラックの運転をしながら聞いていたので、車の窓を開けて、ベリーズ工房のコントを聞きました。並走してるってことじゃないか。すごいスピードで並走してる。ベリーズ工房。ベリーズ工房最高ですと。トラックドライバーさんにも。そうだ。ねえ、これ、ね、眠気も覚めたと思いますよ、深夜ね。頑張っていただいてありがとうございます。これなんですか。これじゃあこのお二人には、うん、女の子を吸い寄せるアックス。忘れてたよ。ジョニー・デップリさんと小泉先生に あげますと。あとクオカードも送りたいと思います。ありがとうございました、はい、ということで来週はですね、片桐さんが今度はときめく番と。いやー、俺ときめけるのこれ。だ生で聞いてて、うん、その場で電話番号発表するから、うん、絶対起きて聞いてないと。そうですね。ダメです。もうこれがね、先着順っていうのが新しいですからね。怖いよ。ほんと怖いよ。俺殴られたりしないから大丈夫。大丈夫ですよ。ねえ、皆さん。その間行ってる間はベリーさんのコント流れたりしてない。だろ。でこっち振ってくんなかったりするんだろ。また振ります。俺そっちの匂いすんだよな。そんな感じでございますね。はい、ということで来週もお聞き逃しのなくということで、それでは今週はこの辺でさようなら。さようなら。バイ。